こんにちは、チョメです。今日の時刻は2017年2月7日15時6分です。今日はね、この人狼コールっていうねゲームをやっていきます。ちなみに2年ぐらい、いや数年前かな、結構昔にね一度だけやったことがあります。だから素手でプレイだけど、なんかね楽しかったんで、もう一回ねやってみようかなって思います。結構忘れてるからね。あ、ちょっと効果音がうるさかったかもしんない。ちょっと音声ミキサーでちょっと下げるか。ちょっと待ってね。大丈夫かな、変換したら音は大丈夫になるのかな。ようこプレゼンツ人狼コール。あ、今作者さんの名前かね。ねえ、人狼って知ってる？知らないな、聞いたこともない。ばっかね、そこまで。次の村の話なんだけど、なんでもこの時期になるとその村の中の誰か一人だけがね、だからね、一人の人狼を探すって感じかな、確か。だからもしかしたらこの二人のうちどっちかが人狼っていう可能性もあるよね。私どんな感じだったんだろうな最初。エンディングは結構あって面白いんだよねこれで裏も結構あって、これね結構最初ね分かんなかった、難しかったんだよ。でヒントがあったんだよね、作者さんのホームページだったかな。それで全部エンディングを見たって感じですね。で今回はそっちは見ないで、過去の私の記憶を頼りに確かこうだったかなってやってみます。懐かしいな、人の気配がしないな。まあとりあえず村長さんでも訪ねてみようね。ほーい、これ処刑台ですね。ここはどこだったっけ、ここかな、ここか。これは憎いな、人いるのこれ、わからん。でももしかしたら誰かいるかもしれない。ちょっと音が低くなったね、音量上げるか。コロコロ変わる実況者だね私。他もうるさいかもしれないけど、でこれで人を探しに行こう。ライナー、足元気をつけろよ。そうそう、さっきの話。うん。これ読み上げた方がいいかな。もう読み上げた方が運動になるからね、自分にも。うん、全くその通り。でもね、私ね、声を変えるのが苦手だわ。うん。なぜいつかそんなことになってるか。毎年この時期この村でランダムで一人村人が人狼になるらしいよということです。人狼人狼ね、会話にならない。うん、これね初見実況やりたかったな、結構面白かった。うお、びっくりした。ちょっと効果音が、ちょっと待って、下げるか、やっぱり音。びっくりしたわ今。いやー、やばいやばい。ちょっとやっぱり効果音を下げまーす。ちょっと待って、スピーカーを、スピーカーは28。オッケー。びっくりした今。イヤホンでやってるから。天井が崩れたんだ。大丈夫？見てる人は。見てる人いないかもしれないけど。一度出た方がいい。どうだったかな、もう忘れちゃった。まあ、マイクの音量を上げたらね、キーボードカチカチする音がね響くだからね、ちょっとマイク本当にヘッドセットのやつに変えた方がいいかねって思ってます。そうそう、人が人狼になるとね、なんでいきなり、あれ、あ、そうそう、確か、お、あ、そうそう、毎晩毎晩人が減っていくんだ、確か。
ああ、なるほどね。投票して、あ、処刑ね。うお。ちょっと待って。初見じゃないのにびっくりするわ。おお、忘れてたわ。おお、ちょっと。いいな、ちょっと鳥肌立って元気になった。この中ね。ちょっと音下げすぎたかもしんない。なるほど、大体わかりました。だから2、4、6、8、10人。だから9人の中に、誰かがいるってことだね。狼が。で、アレックスさんを、操作するって感じですね。冠をかぶった男。ああ、その男はやってんのか。幼女。もうお父さんを 疑ってる。ああ、あったな。まあ、そうですね。みんなに投票されたらダメってことなんですよ。疑われてる。だから自分も疑われてるって感じだからね。タンス調べてるけど タンスの中にしまってんのかな、冷蔵庫がないけど キッチンとかないよ 何出してきてるんだろう、缶詰かな。あ、私手伝います。手伝うことあるのか、そこで。何もないぞ。あ、そっちでやるのね。あ、そっちあったっけ。あ、ちょっと勘違いしてたのか、自分。なぜ誰も喋らない。なんか、お、そうだ、まだあなたの。名前覚えきれないよ。あ、私ね、人の名前覚えられないんだよね。本当に。だから、例えばクラス替えあるじゃないですか。クラス替えしてあと、クラスメイトの名前が覚えられないっていうね。本当よ、これ。だから、なんか人と会話するけどさ、誰々さんとか、名前がわかんないからさ、質問したりとかできないんだよね。で、あとなんかね、バイトとか、短期のバイトしてたんだけど、なんかオープンセールでなんかね、景品を配るやつがあったんだけど、同じ人に渡したりとかしちゃってから怒られたりとかしたことがある。で、あとお客さんの名前とかもしょっちゅう忘れるからさ、怒られたりとかしたわ。誰が言ってたとか。だから、従業員の人の名前とかも覚えられない。胸にネームプレートしてたらいいんだけど、本当にね、1ヶ月経っても、やっと覚えられるかどうかって感じ。クラスメイトね、前と後ろの人の名前はすぐ覚えられるけどね。で、あと仲のいい人か。ほんと、だからクラスメイトの名前言えって言われてもわかんないよ、私は。なんかそういう、記憶力がダメなのかな。私、このエリナさん最初疑ったんだよね。確か、最初やったとき。これは、あれか、もう一人の男か。なんか、何これ、怖いぞ。立ち聞きしてるぞ、話を。なんだ？エリナさんのことが好きなのか？私に投票してよってどういうこと？これは本当に。へえ。あ、その前に料理できるようになってなんだ。でも、人狼って料理とかできないよね。多分、わかんないけど。え？あ、これで結構疑ってたね。怖いよ。
あ、おい。大どうしたんだ。で、これで探索ですね。朝になった。よう、ブライアン立ち聞き。絶対ブライアンだろう。おはよう。お。あ、そうか。今のは、あれか。あの、寝る前だから、まだ人狼になってないのか。で、今からがスタート。誰かがなったってこと。まあ、決まってるんですけど、でも、忘れちゃったけど。ほんと忘れちゃった。裏ボスは、裏ボスっていうか、隠し要素だけは覚えてるけど。どういう。だからもう疑心暗鬼だよね、この3人は。早く下行って食べよ。うん。昨日何も食べてなかった。じゃあ行くか。何も食べ。おう。あ、おはようございます。今日、あ、今年も来てしまった。なんで養女を。強調すんだ。幼女の父親。終わりのない悪夢の始まりが。ああ、ここに泊まったのが運命の分かれ道だったね。え、あ、もう一人、そうか、食べられたってことか。冠が。じゃあ残りが8人か。8人の中から探すのか。まあ、実際みんなが一緒に行ったら、あ、いや、ダメか。あー、投票するしかないんだよね。思った人一人。っていうかさ、これ主人公が、あの、動き回っていろいろ聞いてたらさ、逆に投票されるんじゃない？油に外に出ると突然し、これも怖いな。投票は絶対しないといけないのか。まあ、この3人で結束して、やればいいんだと思う。まあおかしいよね。おかしいっていうか、まあそういう病気だからさ、毎年起こる。しょうがないといえばしょうがないのかな。うん。怖いな。投票するの？ほう。よし。ちょっと音量調整とかもするか。一旦今日はオープニングでどんな感じに撮れてるかって確認をして、なんか音量が低い気がする。ちょっともう、もう効果音がでかいからね。ウェル、ウェ、うん。ビピーング、コールイズピーング。で、セーブできる。お、セーブする、セーブする。1番。あ、では、あの、今回はもうオープニングということでね、今回ここで終了します。ふぅ、ただ読んでただけだわ。次からがもう探索モードに始めます。最後まで見てくれてありがとうございました。チョメでした。じゃあね、バイバイ、ありがとう。